僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。任天堂の株主総会いた時に君島社長の発言の中で僕ちょっとね、忘れなかったのがマリオテニスエースについてなんですよ。6月だよね、確か発売したの。6月に発売したマリオテニスシリーズの最新作、スイッチ初のね、最新作のテニスゲーム、マリオテニスエース。それ君島社長が、私はあのゲーム気に入ってるんですけどねっていう風に言ってたの。だからどうなんだろうなと思って、本当にそこまで、確かに体験会をやったりとか CM もバンバン売ってるし、西日暮里駅のね看板もマリオテニスだし、すげえさ有名な外国人のテニスプレイヤー使ってるでしょ CM に。結構金かけてやってるから、そこまで乗り気じゃなかったんだけどね、さすがにやんないといけないかなと思って。オンラインもね盛り上がってるの、今発売直後がやっぱ一番盛り上がるじゃん。だからやろうと思って、まあ始めました、マリオテニスエースを。まあね、率直な感想を言うとね、微妙だなっていう、マリオテニスエース微妙だなっていうのが僕の正直な感想。僕ってその嘘とか言わないし、誰からもお金もらってないし、信者だからっつって微妙なゲームは微妙ってちゃんと言うね、この正直者だから言わせていただくと、微妙だわマリオテニス。なんでかっていうと、あれって一人用でも十分楽しめるっていうね、ストーリーモードが入ってるんですけど、なんかね、あのマリオテニスシリーズって、まあ歴史を言わせてもらうと、マリオゴルフもマリオテニスもキャメロットっていうところが作ってるんですよ。昔からさ、みんなのテニス、みんなのゴルフとかを作ってて、で高橋兄弟っていうね、以前セガのサードパーティーの人たちを集めるさ、トークイベントとかにもその高橋兄弟のお兄さんの社長の人出てたんだけど、そうキャメロットが作ってて、まあよく言えば老舗のゲームメーカー、昔からのね安定的なゲームメーカーなんだけど、悪く言えばオワコンなんですよ悪く言い過ぎか、これ悪く言い過ぎだけど、その新しいゲームを作るっていう感じではないんだよね、マリオテニス。じゃあ次どういうマリオテニスを出そうっていうところで、こういう要素を入れないと今まで通りになっちゃうからって言って、無理やり新要素を入れてるような節があって、あとはまあゲームの制作スキルに関してもなんか今一歩っていうか、これフルプライスだってスプラトゥーン5800円、マリオオデッセイとかもまあ6000円ぐらいでしょ、ゼルダの伝説も6000円ぐらいで、マリオテニスエースも6000円ぐらいじゃん。ここ並べていい感じのクオリティではないんだよな、やっぱり。いやテニスだから仕方ないとかそういう問題じゃなくて、まずそもそもの作りがチープだわ。すごいゲームとしての作りがチープで、ストーリーモードとかもまあ紙芝居みたいな、まあ、しょうがないよ多分、まあ開発環境とかも全然違うし、対策ゲームと並べられても困っちゃうとは言うと思うけど、作ってる人たちは。だけど僕たち消費者としてはさ、同じ並びで買ってるわけじゃん、同じ値段ような値段を出して。だからやっぱりここまで押されて CM もやってると期待しちゃうんだけど、いやー微妙だなっていうか、そもそもストーリーモードって結構売りだったわけだけど、マリオテニスにやってる時のプレイしてる時のほとんどの時間がストレス感じてんだよね。まあこれが競技と言われたらそれまでなんだけど、そうだね、ここに書いてある通りね、3000円台っつうか、まあ2980円だったらまだ許せた、それくらいの質のゲームだね。そして伸びようがないって言ってるけど、ある程度、まあ、マリオテニスは64で確かに完成されてるわけよ。もうすでにシステムは完成されてるけど、ちょい足しとかモード付け足しとかで、僕は 3DS 版のオンラインのやつめちゃくちゃ楽しんでたの実は。その三つどもえがしっかりしてたというか、テニスのある程度攻防が楽しめる。今回もそのモードもあるんだけど、でも今回新しく追加されたスタンダードモードっていうゲージをやったりとか、そのラケットが折れたりとか、派手な演出を加えたやつなんだけど、いろいろね不満があるね。さっき言ったけど、このゲームをやってる間の僕の心境が常になんかイラつくというか、負荷をかけられてストレスをかけられてる。ゲームじゃん、楽しもうと思ってやってるゲームなんだけど、ずっとなんかイライラしてんだよね。この感じって何なんだろうなっていう。僕は楽しもうと思ってゲームやってんだけど、あんま楽しくないんだよね。ストーリーモードやっても対戦でね、そのガチプレイヤーにボコボコにされて楽しくないっていうのはまあわかるじゃん。だけどストーリーを一人でやってても、ストーリーがまずそもそもチープすぎる。こう二人がなんか掛け合いで、マリオとこの紙芝居みたいな掛け合いがあって、で敵を出てきてそいつと戦って、そのコンピューターだからなんかコンピューターらしいね鬼畜な動きをして結構苦しめられるわけよ、いきなり初っ端から。
だってさ、テニスのこのさコートの真ん中に棒が立っててさ、コンピューターはこの棒が立ってんだけど、コンピューターのショットがこう棒に こっちに跳ね返るわけ。こんなの追いつかねえからさ。だけどコンピューターはもう この棒に僕のショットがぶつかるの分かってるから、最初からこっちの跳ね返ったところで待機してんの。こんなずるいことでね。この棒ってじゃあ僕たちだけにとってさ不利じゃん。こういう棒を作るなよ、まず人間対コンピューターの前提なんだから。あの棒をドヤ顔で入れた開発者に対して物申したいんだよ。コンピューターだけじゃんそれ有利なの。僕たちって何の意味もないストレスしかないじゃん、その棒っていうことは。ふざけてるよなあれ。で徐々にまあ覚えながら進んでいくんだけど、エリア5までしかないので、僕は今エリア3まで行ったんだけど、エリア4のところで今苦戦してんのね。難易度を高くしてコンテンツの薄さを隠そうとしてるっていうの分かる？リトライリトライして難易度を高めておいて、倒せるのを難しくしておいて、でリトライリトライ何回もやってクリアさせるみたいなステージ構成になってるわけよ。面白いよあれ。いや僕めちゃくちゃ苦戦してんだよねマリオで。あとは別にそのストーリーモードって言ってもストーリーを進めるワクワク感が何にもないんだよ。お話自体には何の面白みもなくて、5つのオーブを集めて逃げてるボスを追いながらそのボスを最後倒すみたいな。いや僕下手なんだよ、下手なのもあるけど、でもそういう下手な人に楽しめるためのストーリーモードじゃないのあれって。下手な人を痛めつけるためのモードなの。いやストーリーがメインじゃないのも分かりますよ。だけどそれにしてもちょっと作りがチープすぎるでしょ。一人で楽しむために買った僕はさ、何楽しめばいいの？オンライン入ったらガチプレイヤーにボコボコにされるし、かといってね一人二役でジョイコン使ってこんな風にもやってらんないわけじゃん。なったらまあストーリーモード最初やるでしょ。あ、そしていいコメントある。難しい割にリトライするたびに戻されるしな。そう、そのリトライもなんかロードがいちいち長かったりとか、そのフィールドに一回戻されてからもう一回入るとか、なんか作りが荒いんだよ。細かいところ、細かいところの手抜き感が感じられるというか、完璧な作り込みのゲームではないなっていうのが正直な感想で、でもこれを任天堂は売らなきゃいけないから、これを教えたわけじゃん。スイッチのゲームのソフト不足、玉不足でさ、これ押さなければまだ許せたんだけど、このゲームを押したっていうところがね、ちょっと納得いかないなと。君島社長がね気に入ってるって言ってたし、あともう一つもゲーム性の部分、今回導入されたスタンダードモードっていうののゲーム性の部分にちょっとね言っていきたいんだけど、あのまず今まであった普通のテニスに加えてね、そのゲージみたいのを用意して、でラケットを2本まで用意して、でゲージを貯めると必殺ショットとか強いショット狙い撃ちとかができるの。さらにそのゲージを消費することで時をさ遅くして遠くの方の球とかもウィーンってスローモーションしながらバーンって取ったりして、さらにそこに必殺ショットみたいなのが加わったの。これを加えたことで純粋な駆け引きに対してこの要素がすごいね邪魔になってんだよね。僕の思ってるのはこれ多分 e スポーツを意識して、駆け引きを見てる人たちだけでもめちゃくちゃすごいテニスが行われてるっていうのをみんなに見せるためにこういう要素を追加したんじゃないかなと思ってるのね。 e スポーツでもガチプレイヤー同士の戦いがすごいことになってるんじゃないかみたいな。だけど実際それをやってみて、でガチプレイヤーでじゃあ確かにこれ使うとすごい面白くなるのかなと思ってね、僕そのランキングトップランカーの人たちの試合をね YouTube で見てみたの。そしたらもうね相手のミスマッチみたいな、相手のミスマッチでしかもどんな球でも結局ね追いついて取っちゃうわけよ。そのスローモーションとあとテクニカルショットって言ってコートの端から端まで結構飛べちゃって、そこの球も全部取れちゃうみたいなテクニカルショットっていうのがあって、もうコートの真ん中でとりあえずガードしといて、そのテクニカルショットで返して、相手もテクニカルショットで返してゲージを貯めていって、どっちかがミスしたみたいな方が負けみたいな、これハイレベルなトッププレイヤーたちの戦いがこんなになんか見ててハラハラしない見せ方になっちゃうんだなっていう。基本テクニカルばっかで、その見てても上級者同士のプレイがあんまり面白さがないんだよね。これ開発者意図したのこうじゃないよね多分。そのいいところに打っても結局全部取られるし、テニスとしての面白みも格闘ゲーム的な必殺技の応酬の面白みもあんまりないんだよな。確かにそうなの、競技のテニスも相手のミスを待つだけの、サッカーとかもまあそうかもしれないよね、ガチのレベルまで行っちゃうと。でもゲームだからね、
そうそう、後ろ結局ロブで相手の前に出てきたのを逆をついてこう上向こう側行くじゃん。そしたら勝ちじゃん。その逆読み合いで勝ったわけだから。だけどテクニカルショットでクルンって戻ってまたバシャンって打っちゃうから、え、じゃあその読み合いとかもないじゃんっていう。そのスライスを打ったら A ボタンで返すと、もう三つどもえの関係性みたいになってたりとかさ、この Y ボタンのショットに対しては Y ボタンで返してみたいな。これがね、実はね 3DS 版はすごい良かったっていう僕の要素だと思ったんだけど、テクニカルとゲージの要素を入れたことで操作だけはややこしくなったけど、結局やってることっていうのはそこ狙いになっちゃってるから、もう結局その三つどもえとかロブとかそのドロップとか全然どうでもよくなっちゃってるの。結局どれやったってあの返せるわけだから、だから新しい要素を入れたい、新しい要素を入れたい、前回のマリオテニスからなんとか進化させたい、そして e スポーツ寄りにしてガチゲーマー同士の対戦を盛り上がるようにしたい、そこに特化しようとしたために誰からも面白くなくなっちゃってるような感じがしちゃうんだよね。まあ僕も下手だけど、いちいち操作がややこしくなっただけで、これやってるだけ結構ストレス溜まってしんどいなと思って、そこまでやり込みたくないなと思っちゃったんだよね。その新要素がめちゃくちゃさ効果的に今までのマリオテニスにテニスゲームに追加されて出てきたんだったらいいけど、もうそこの新要素の部分だけでなんか完結しちゃってるわけよ。そこがちょっと気に食わないというか、まあいまいちだなと思って。今スイッチどういうユーザーがね多いのかって言ったら、やっぱエンジョイ勢なわけじゃん。そういうユーザー向けに確かにこの Wii のねこれモードもついてるけど、あくまでおまけなんだよな。ストーリーモードもやっぱりそんなにハードなことしなくていいじゃんっていう、そんな誰でもクリアできるようにしとけよっていう、ハードな、しかもリトライもめんどくせえし作り込みも甘いし。だから僕が感じたのはキャメロットっていうのはもう第一線で作れるねゲームメーカーではないんだなっていうのがね、まあ薄々感づいてましたけど、昔の栄光で食いつないでる老舗のゲームメーカーっていうのは分かるけど、新作をね期待して買えるようなゲーム、まあ開発会社ではないんじゃないかなっていうのがね、非常にね今回のマリオテニスエースでね痛感しちゃいました。ゲームの開発会社ももう開発のその環境だったりとか新しいものを追いつこうとしてるのか、もう自分たちは過去のゲームメーカーとして諦めてインディーというか少ない開発環境で活かせるようなのを作っていくか、その2つに分かれちゃってさ、カルチャーブレインなんかはもう早々にねその最新のゲームを作ることを諦めたわけよ。バーチャルヒリンの件ですっこけた後に、そしたらやっぱこう下がっていくわけじゃん。もう新しいものを作れないとなると、当時だったらゲームボーイアドバンス、かつてのスーファミの、ね、技術で作れるようなゲームボーイアドバンスのゲームをずっと作って息をね流れていったんだけど、そこなんですよね。まあ難しいよな。あえてあげるいいところといえばですね、同レベルのにわかプレイヤー同士でやれば面白い同レベルでそう必殺技とかよくわからない状態で、必殺技なしのモードもあるわけ。そのモードで遊んだりとかすれば面白い。あとね興味深いデータがありまして、あのオンラインバトルのランキングでそのスタンダードモードっていうのの上位はほとんど日本人なの。そのゲージとかが入ってるモードね、ほとんど日本人で埋め尽くされてて、そのもうゲージとかもうこういうのいらないっていうモードね、シンプルモードっていうののランキングがほとんど海外の人なの上位だから、もう海外の人は花からもうこのゲージとか必殺技とかもう諦めていらないっつってんじゃない。どうせ日本人のガチプレイヤーにやられるしつまらないから、スタンダードモードゲージだったり必殺技だったりラケット折ったりなんだりこういうのつまらないから、もう僕たちはこういうのやりませんって言ってね、外国人はもう日本人にねやられるのがムカつくことでもうシンプルモード逃げてるようなね、そんなねなんか構図も見え隠れするようなねオンラインランキングでしたけど、うん、僕は一回も勝ててないから。あれマッチングもちょっとなんか変だよな。だっていきなりガチプレイヤーと絶対当たるもん。僕レートさ2000で0試合しかやってないのに、なんかボコボコにクッパジュニアにやられてさ、わけのわからん動きされて悩ますよあんなの。これを強くなろうっていう意思はね、あのゲーム始めてこれ強くなってやろうと思う人はよっぽどだよ。僕はもう無理です。それを踏まえてマリオテニスの改良はどうすればいいか教えてくださいって、もしかしてキャメロットの高橋さんかなこのコメント書いたの。いやーもうきついと思うよ。もう今週も諦めてスマホゲーにしたらいいんじゃない。マリオテニスをずっとこうポチポチでいけるように、うまくあの昔の64の頃のマリオテニスをさらにシンプルにしたものをポチポチゲーで出して、で課金アイテムとかつけてねおしゃれにしたりとか、いろいろキャラクターいっぱいバーって作ってね合成させたら運がどんどん極まっていって運極とかいって、それで1人につきさ1万円、まあ
配下金中からは100万円ぐらい取れるような、そういう感じにしたら、あ、白猫テニスあるか、それ。